チームヨーロッパ、ダニエル・グラスルです。映画婚約者の友人のストーリーからインスピレーションを受けて作られたプログラムです。イタリアのダニエル・グラスル、ドアを開け、彼の物語が始まります。映画婚約者の友人より、その他3曲を使用しています。振り付けはブノワ・リション。まずはシンボルともいえる4回転のルッツジャンプ。挑んできておりました。クリーンなジャンプでしたね。さあ、立て続けに4回転フリップ高難度技です。はい、これも着氷。この後はトリプルアクセル、コンビネーション、単独と続きます。3連続降りました。ここには本来4回転ループを入れたい場所なんですけれども、はい、今大会ではトリプルアクセルにしています。もう1個トリプルアクセルを予定しています。決めました。素晴らしい。上向きの足を上げるポジションからトリプルアクセル、降りてベスティスクワット、イリトで両方工夫しているので GOE も高い得点が見込めるでしょう。そしてスピンも多彩なグラスル。こうした側転で出る、今季からスピンはですね、レベル4の取る条件として、あ、難しい出方というのが追加されました。こうしてスピンの出方をですね、側転したりスライディングで出たり、ウィンドミルで出たり、各選手出方まで工夫してやっている選手が多いですね、はい、その中でも独創性の高い出方だったと思います。3回転3回転ルッツのコンビネーション、グラスルの安定したコンビネーションです。もう一つ、ここはトリプルループ。この2本目のトリプルループジャンプも非常に難しい、はい、男子でもですね、数名しかできない技です。さあ、ここからもう山場は抜けたので、あとはスピンとステップシークエンスで作品の物語世界を表現していきます。さあ、グラスル選手もコレオシークエンスとステップシークエンス2つ連結させているプログラム。独創的なポジション、これも GOE に影響します。完璧な演技を見せました、20歳のダニエル・グラスル。いや、実は言うとちょっと完璧ではなくて、最後のトリプルフリップジャンプ、これを両足着氷しているので、はい、あ、なるほど。残念ながら、しかしながら、ええ、冒頭の4回転大技に加え、中盤まで非常にクオリティの高い演技でした、
まず冒頭の4回転ルッツから圧巻でした、うん、文句なく飛んでましたね、しかしながら冒頭の4回転フリップからトリプルアクセル立て続け2本、これ2つともちょっとクォーターマークがついているので、回りきりたいところですね、クォーターマークは、ダウングレードにはならないんですけれども GOE でマイナスがついてしまうので、はい、ちょっともったいないですよね、今言った側転のシーンですね、これがトリプルルッツトリプルループのコンビネーションでした、はい、バリエーションのあるスピンも見せたダニエル・グラスル。ダニエル・グラスルの得点は 166.21 です。4回転ルッツは高い出来栄え点を獲得しています。ただやはり少しクォーターマーク影響したでしょうか。そうですね、シーズン序盤では170点台に 上りたいですね。なるほど、